どアイリンさんとクロストークをしたんですけれども、今日は6月6日ということで絵描き歌のお話をですねアプリ内でもご紹介したんですけれども、上手なコックさんでしたよね。あんな風に私は描ける自信は全くありません。あのコックさん描きましたと言っていたので、絵描き歌通りのものを想像していたんですよ。まさかのあんなに線がたくさん混み合ったね線が混み合っている、もう漫画家さんタッチのコックさんが出てくると思わなかったんですよ。本当にこうパンのブランドになるようなお顔立ちでしたよね。ありますよね。ねえ、パン屋さんのロゴになりそうなぐらいのうまさでしたよね。あれ違和感ないですよね。あれだけうまくってねえあシェフ、確かにプロのシェフですよね。あのイタリアとかフランスで10年ぐらい修行したぐらいのこう貫禄がありましたもんね。もう素晴らしいシェフの方は私も顔を拝むことができて元気になりました。まあ、私もねムーン中にコックさんを描ければなと思ってますので、あんなにうまく描けないですよ。もうね、あの自分流のコックさんを描ければいいかなと思っておりますので、うん、私本来はあの絵描き歌のコックさんを描こうと思ってたんですけど、どっちに乗っかればいいでしょうここに来て迷ってしまいました。一回練習しましょうか、皆さんと一緒に練習して書いていければいいかなと思っております、ね、雨の日で、ね、月曜日だとちょっとね憂鬱な気分の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、絵描き歌で楽しんでいきましょう。